21日の小倉競馬最終レース終了後来月から兵庫競馬に再移籍する小牧太子騎手56の送別会が行われた小牧太子騎手の長女で酒井隆盛騎手などのバレットを務めている光さんは小倉競馬場で送別会を見届けた光さんは気持ち的にはいつもと変わらない一日でしたが最終レースで勝った時にはうるっときました JRA の起乗を終えて、寂しい気持ちはありますが、本人が一番生き生きしていますし、自分らしく頑張りすぎずに頑張ってほしいですとエールを送った。